おはどうも特集ではね、はい、手軽にできる省エネ DIY とか、うん、省エネ家電買い替えキャンペーンなんかね、うん、ご紹介しましたけれどもはい、はい、スタジオのお二人は家庭で実際に何か省エネをしていますか 今はね、うん、もうできるだけエアコンをつけないなるほどギリッギリまでーそうですね <laughs> 僕も開花というか昔体に悪そうですから肌てね <laughs> ちょっとまあまあ、ね、気分を増やして温かくするでもそういうことしかやってないのかもしれないです僕も実際できてないかな<ー>まだそうですか、はい そしたらね今日はお二人にマ、うん、マイイエエココ宣宣言言をねしてもらいたいたと思ううんんんでででですすすすよるかここそな県ではですね、うん、地球環境保全のための行動指針として、うん、県民の皆さんの日々の生活、うん、企業の皆さんの事業活動、うん、行政の取り組みの中で地球環境問題を自分のこととして考え解決するための行動を10の項目90の行動メニューとして取りまとめて、うん、一人一人が取り組んでいくことを目的とした、うんはい、私たちの環境行動 行動宣言神奈川エコテントライを制作したんです、ね、エコテントライそのテーブルの上にあるんですでねそちらがですね家庭の省エネと節電にトライするマイエコテン宣言なんですね、うん、ここにある16の項目の中から10個選んでもらって、うん、実際に行動に移すことを宣言するというものなんですがどれならできそうですか<ー> でこれ実際にこうチェックするの？チェックしてやっていただくんです。まあ二番なんかね簡単にできそうな感じでそうですよね。はい。冷蔵庫。まあこれエアコンもそうですよ。そうそう。二十八度。今からやってもらって、今日から行動に移すことをお二人にね声高らかに宣言していただきますから。ここでここで数十秒しか経ってない。さそれではいきますよ。ではマイクで宣言スタート。かっこいい日本語けどもまあまあちょっと待ってドン。 えっと、結トね、こん中に十個選んで、まあまあまあ。うん、まあ、十個、これはね、そ冷蔵庫そ気になってる。これも。いああ、ちょっとな。早寝早起き。ああ、なるほど。そう、よく寝落ちしてね、電気つけっぱなしなんだよ。ああ、やりますよね、それね。ああ、そう、でも、高齢化っていうの。あと、これ、ライフスタイル。うん。 テレビでちょっとやる、うん、これ今からやるでもいいですよね。そう、もちろんもちろん。これこれからやる、やるですよね。やらないっていう宣言じゃないですもんねこれ。そうですよね。ちょ何個つけたかわかるくなっちゃった。六七八。これいいじゃないですか。多ければ多い分にはいいですよ十個しか宣言できないルールなんですもんねこれ。六七八。十になっちゃった。いいんですいいんです。きますよ。そろそろ行きますよ。こんなもんかなちょっと。はい、ではね。 それぞれどの項目を選んだのかアイエコ店宣言しちゃってくださいこれですねはいじゃあ寝落ちしないトイレの蓋は必ず閉めるなるほどなるほどねこまめに切るうん。そうですね大事なことですよねでは打つそうですねやっぱりこのエアコン暖房がこれ20度っていうのがねなんか僕知らなかったんですよこうの設定温度これやってみようかと思いますちょっと高めにして そうなんですよねあとこの温水便座機そうそうそう温水洗浄便座なんいや違うんですよおのずとやってるんですよねこれはね買い替えてもやるってことねこれからね今後に向けてそういうのもわかりましたじゃあ二人とも今テレビの前で宣言したこと絶対に忘れないでくださいねはルイルイもですよルイルイも宣言よちゃんと自分のお財布にも優しい行動になりますからぜひ実践してみてくださいね ちなみにね、このマイエコテン宣言のこの用紙なんですけど、うん、県のホームページからダウンロードできますからいいす、ね、番組をご覧の皆さんもぜひトライしてみてくださいりました。一緒に頑張りましょう私たちも頑張ります頑張ります